今週末にかけて関東はぐっと寒くなりそうです。17日土曜日朝9時の気圧配置を見てみます。台風14号から変わった低気圧が前線と一体化するような形で関東の東の海上に位置する予想です。関東は湿った空気の影響などもあり雨の降りやすい天気で気温も上がりにくい予想です。それでは雨雲の予想を見ていきましょう。17日10時の状況を見てみますと関東広範囲に雨雲がかかる予想となっています。また北ないし東寄りの風が吹きつけてひんやりとした体感も継続しそうです。雨が降ることでより肌寒さを感じてしまいそうです。では天気のアイコンを見ていきます。週末にかけてやはり雨アイコンがずらっと並んでいる関東地方、傘の出番が続きそうです。続いて気温の予想です。こちらも最高気温を見ても土曜日は15度前後というところが多くなる見通しです。日中もなかなか気温が上がらず雨具と上着が活躍する一日になりそうです。体調管理には気をつけてお過ごしください。